代表戦が時間無制限、決めるか決められるかの一本勝負です。韓国も大将のキム選手に全てを託しました。会場に響くひとときも休まずせめぎ合う市内の音。10分が過ぎました。キム選手が栄華さんの竹刀を払って構え直した直後でした。一瞬の機会を捉えた片手突き、栄華さん捨て身の大技でした。栄華さんはついに仲間の選手たちと共に日本の大会12連覇を果たしました。代表選手になることに悩んで2年半、ようやくたどり着いた終着点でした。いや長かったです。みんなも苦しかったですからね、本当に。良かったです。困難から逃げない心、結果を求めず無心に戦う心。栄華直輝さんが出し切った剣道は、勝ち負けを超えて見る人の胸を揺さぶりました。